はい、どうも霊夢です。相方のマリサです。ついに新ファイターが公開されるわね。そして、今回の初企画は、この二人でやっていくぜ。さあスマブラ世界へ二人で。全速前進だ。お、そろそろ到着するようね。今回どうなるんだろうな。ここはどこだ？すごい勢いで飛んだわね。あ、ゼルダちゃんかわいい。はい、キモい。あ、この場所は、やっぱり、キーラのとこだな。この無数のマスターハンドの大群は、いつ見ても絶望を感じるわね。これを一人で渋滞やればいけるかって、言ったやつがいるらしいけど。やめなさい。というか、これやばくないか？来るわ。うわぁ。なに？キーラが、一撃で、やられた。What？ あれ？この切り方、セフィ。この BGM は、嘘だろ。そんなことか？セフィロスだ。いや、なんでお前もいるんだよ。FF7 友達ん家で遊んだことあるからだよ。どうなってる？よー！おいおい、マジで来ちゃったよ。というかいつまでストーカーすんだよ、田代。その FF やってる人にしかわからんネタ、やめろ。大変申し訳ない。ここ原作再現。おお、これがスマブラのセフィロス。うわ。マサムネのリーチやばいわね。もうダメや。お、先行だな。カウンター技だぜ。食う上かな？ダメージ高そう。アピール。シャドウフレアだ。上スマ、真剣術終わった。シャドウフレア起爆。新ステージ。BGM 増えるといいな。本当にクラウドの時少なかったからな。そしてネタバレ。気にするな！翼来たー。出ました、セフィロスの超かっこいい翼。おー、すごい迫力と美しさだぜ。翼の有無、アルセーヌの有無、出すまかいったところね。これは8頭一戦連続で8回切りつけるぜ。これは多分スーパーノバだな。大爆発を起こすぜ。みんなボッコボコやで。小屋だいぶ壊れそうだな。鉄鋼型ベヨネッタで不意打ちしても、リーチの前では無力なんですわ。あ、マリオ危ない。またネタバレ。やっちゃったよこの人。さすが元社会人、先輩はさすがに刺さないと。そしてクラウド VS セフィロスだぜ。実を言うと、さっきの剣の打ち合い、マリオついたまんまなんよね。シュールすぎて笑う。そしてあれは来るか、だと AC で改造された伝説の技。いけクラウドよ。上級武神派ダイバージョン5、よー。やっぱかっこよすぎんだろ。まだ続くぜ。思い出の中にじっとしていてくれ。私は思い出にはならないさ。お前ら来るぞ。瞬間移動。セイファ、セフィロス。